カティンの森事件、カティンの森事件、カティンの森事件は、第二次世界大戦中に、ソビエト連邦、ロシア共和国の、ニョースデボ近郊の森で、約2万2000人のポーランド軍将校、国境警備隊員、警官、一般管理、聖職者が、ソビエト内部人民委員部、NKVD によって銃殺された事件、カティンの森の虐殺などとも表記する。 NKVD 長官ラブレンチー・ベリアが射殺を提案し、ソビエト共産党書記長スターリンと政治局の決定で実行された。カティン・カチンとも、は現場近くの地名で事件とは直接関係ないものの覚えやすい名前であったためナチスドイツが名称に利用した。1939年9月、ナチスドイツとソ連の両国によってポーランドは攻撃され、 全土は占領下に置かれた。武装解除されたポーランド軍人や民間人は、両軍の捕虜になり、ソ連軍に降伏した将兵は強制収容所、ラーゲリへ送られた。ポーランド政府はパリへ脱出し、亡命政府を結成。翌1940年にアンジェへ移転したが、フランスの降伏で、ビシー政権は作られると、さらにロンドンへ移された。 1940年9月17日のソ連軍機関誌赤い星に掲載されたポーランド軍捕虜の数は召喚10人、大佐52人、中佐72人、その他の上級将校5131人、下級士官4096人、兵士18万1223人となった。その後、ソ連軍は召喚12人、 将校8000人を含む23万672人と訂正した。ポーランド亡命政府は将校1万人を含む25万人の軍人と民間人が消息不明であるとして何度もソ連側に問い合わせたが満足な回答は得られなかった。1941年の独ソ戦勃発後、対ドイツで利害が一致したポーランドとソ連はシコルスキーマイスキー協定を結び、 ソ連国内のポーランド人捕虜はすべて釈放され、ポーランド人部隊が編成されることになった。しかし集結した兵士は、将校1800人、歌士官と兵士27000人に過ぎず、行方不明となった捕虜の十分の1にも満たなかった。そこで亡命政府は、捕虜釈放を正式に要求したが、ソ連側はすべてが釈放されたが、事務や輸送の問題で滞っていると回答した。 12月3日には亡命政府首相部ワディスワフ・シコルスキがヨシフ・スターンと会談したが、スターリンは確かに釈放されたと回答している。ポーランド人捕虜はコジェルスク、オスタシュコフの3つの収容所へ分けて入れられた。その中の一つの収容所において1940年の春から夏にかけて NKVD の関係者がポーランド人捕虜に対し諸君らは 帰国が許されるのでこれより西へ向かうという説明を行った。この知らせを聞いた捕虜たちは皆喜んだが、西へ向かうという言葉が死を表す不吉なスラングでもあることを知っていた少数の捕虜は不安を感じ、素直に喜べなかった。彼らは列車に乗せられると言葉通り西へ向かい、そのまま消息不明となる。スモレンスクの近郊にある村。 ニュースデボでは1万人以上のポーランド人捕虜が列車で運ばれ、銃殺されたという噂が絶えなかった。独ソ戦の勃発後、ドイツ軍はスモレンスクを占領下に置いた際にこの情報を耳にした。1943年2月27日、ドイツ軍中央軍集団の将校はカティン近くの森、山羊が丘でポーランド人将校の遺体が埋められているのを発見した。 3月27日には再度調査が行われ、ポーランド人将校の遺体が7つの穴に、幾層にもわたって埋められていることが発覚した。報告を受けた、中央軍集団参謀、ルドルフ・クリストフ・ホンゲルスドルフ軍は、世界的な大事件になると思い、グニエズ・ドボよりも、国際的に通用しやすい名前である近郊の、集落カティンから名前を取り、カティン虐殺事件として報告書を作成。 これは中央軍集団からベルリンのドイツ国民系も宣伝賞に送られた。宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルスは大祖宣伝に利用するために事件の大々的な調査を指令した。1943年4月9日、ゲッペルスはワルシャワ、ルブリン、クラックフの有力者とポーランド赤十字社に調査を勧告した。ポーランド赤十字社は 反素プロパガンダであるとして協力を拒否したが各市の代表は中央軍集団司令部に向かい調査に立ち会った。ドイツ側は赤十字社の立ち会いの後に事件を公表する予定であったが1943年4月13日には世界各市で虐殺情報が報道された。このためドイツのベルリン放送でカティンの森虐殺情報が正式に発表された。 1943年4月15日、ソ連及び赤軍はドイツの主張に反論し、1941年にソビエトに侵攻してきたドイツ軍によって、スモレンスク近郊で作業に従事していた、ポーランド人たちが捕らえられて殺害された主張した。しかし、捕虜がスモレンスクにいたという説明は、ポーランド側に行われたことがなく、亡命政府はソ連に対する不信感を強めた。 ポーランド赤十字社にも問い合わせが殺到し、調査に代表を派遣することになった。すでに回収された250体の遺体を調査した赤十字社は、遺体がポーランド人捕虜であることを確認し、1940年3月から4月にかけて殺害されたことを推定した。1943年4月17日、ポーランド赤十字社とドイツ赤十字社は、 ジュネーブの赤十字国際委員会に中立的な調査団による調査を依頼した。これを受けてソ連はポーランド亡命政府を猛烈に批判し断交をほのめかした。ソ連の反発を見た赤十字国際委員会は全関係国の同意が取れないとして調査団の発見を断念した。1943年4月24日、ソ連はポーランド亡命政府に対し カティン虐殺事件はドイツの暴略であったと声明するように要求した。ポーランド亡命政府が拒否すると26日にソ連は亡命政府との断交を通知した。ポーランド赤十字社はカティンに調査団を送り込み、またドイツもポーランド人を含む連合軍の捕虜、さらにスウェーデン、スイス、スペイン、ノルウェー、オランダ、ベルギー、ハンガリー、チェコスロバキア、 米面命令保護料及びスロバキアなど各国のジャーナリストの取材を許可した。さらに数軸国とスイスを中心とする国から医師や法医学者を中心とする国際調査委員会が派遣された。1943年5月1日、国際委員会とポーランド赤十字社による本格的調査が開始された。調査はソ連軍がスモレンスクに迫る緊迫した。 状況下で行われた。国際委員会は、遺体の発掘と身元確認と改装を行い、現地での聞き取り調査も行った。ドイツ側は、1万2000人の捕虜の遺体が埋められていると発表していたが、実数はそこまでには至らなかった。発掘途中の調査では、遺体は、コジェルスクの捕虜収容所に収容されていた捕虜と推定された。 遺体はいずれも冬用の軍服を装着しており、後ろ手に縛られて後頭部から額にかけて弾痕が残っている。遺体の脳からは、死後3年以上経過しないと発生しない物質が検出されたことや、墓穴の上に植えられた木の樹齢が3年だったこと、遺体が死後3年が経過していると推定され、縛った結び目がロシア結びだったことなどが、ソ連の犯行を伺わせた。また、 調査に同行したアメリカ軍捕虜のジョン・バンブリード大佐とスチュワート大尉は捕虜の軍服や靴がほころびていないことからソ連軍による殺害であることを直感したと後に議会公開で証言している。1943年5月になると現場付近の気温が上昇し死臭が強まったために現地の労働者が作業を拒否するようになった。6月からは調査委員会と 赤十字代表団が自ら遺体の発掘に当たった。明らかに拷問にあった遺体や、今までに見つからなかった8番目の穴が発見されるなど調査は進展したが、この頃になると、ソ連軍がスモレンスクに迫り、委員会と代表団は引き上げを余儀なくされた。ポーランド赤十字社代表団は6月4日、委員会は6月7日に現地を離れた。撤収までに、 委員会が確認した遺体の総数は4243体であった。イギリスは暗号解読の拠点であったブレッチェリーパークでドイツ軍の無線通信を傍受し解読していたため、ナチスドイツが大きな墓の穴とそこで発見したものについて気づいていた。また当時ロンドンに移っていたポーランド亡命政府に対するイギリス大使である応援をマレーが、 事件がソ連によるものであると結論した覚書を提出したが、ウィンストン・チャーチル首相はこれを公表しなかった。1944年、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領は、カティンの森事件の情報を収集するために、かつて、ブルガリア大使を務めていた海軍少佐を密使として、バルカン半島に送り出した。R は、数軸国側のブルガリアとルーマニアに接触して、 ソビエト連邦の仕業であると考えるようになったが、ルーズベルトにこの結論を拒絶され、R の報告は彼の命令によって隠された。R は自分の調査を公表する許可を公式に求めたが、ルーズベルトはそれを禁止する文書を彼に送りつけた。R は任務から外され、戦争の残りの期間をサモアで過ごすこととなった。また、事件の生存者であるは、 1950年からボイス・オブ・アメリカのポーランド向け放送を担当することになったが、その際には事件に対して言及することを禁じられている。1943年10月15日から NKVD は独自に再調査を開始した。さらにモスクワに調査委員会を設置し、事件の調査を開始した。しかし、この調査委員会は、 委員長のニコライ・ブルデンコをはじめとして委員がソ連人であり、最初からナチスドイツの犯行であることを立証するためのものであった。ブルデンコ委員会は独自の聞き取り調査によって、殺害は1941年8月から9月、つまりドイツ軍の占領中に行われた年、殺害に用いられた弾丸がドイツ製であったことを根拠として、ナチスドイツの犯行であったと結論付けた。 さらにソ連はニュルンベルク裁判においてドイツ人を裁くためさらに調査報告書を作成した。告発を行ったソ連の検察官は最も重要な戦争犯罪のうちの一つがドイツのファシストによるポーンド人捕虜の大量殺害であると述べている。これに基づいて1946年7月1日に裁判でカティンの森事件について討議が行われた。 しかしこの告発は証拠不十分であるとして裁判から除外された。冷戦が激化し始めた九百四十九年、アメリカでは民間の調査委員会が設立され、事件の再調査を求めるキャンペーンを行った。九百五十一年、アメリカ議会はカティンの森事件に対する調査委員会を設置し、九百五十二年にはアメリカ国務省がソ連に対して、 証拠書類の提供を依頼したが、ソ連はこれを誹謗であるとして抗議している。調査委員会は、ソ連の犯行であることが間違いないと結論し、アメリカ議会は1952年12月に、カティンの森事件はソ連内務人民委員部が1939年に計画し、実行したという決議を行っている。しかし、東側諸国は元より西側諸国の多くもこれに、 同調しなかった。1959年、ソ連国家保安委員会、KGB のアレクサンドル・シェレーピン議長は、ニキータ・フルシチョフ第一書記に対して、ポーランド人捕虜処刑に関する文書の破棄を提案している。戦後ポーランドを支配していた、PZPR、ポーランド統一労働者党の幹部たちは、ソ連の説明を公式見解として認定した。亡命ポーランド人たちは、 事件の研究を続け、時には地下出版の形でポーランド国内に伝えた。また、1970年代後半のイギリスでは事件に関する関心が高まり、ロンドンに犠牲者のための記念碑を作る計画があったが、イギリス政府はこの事件が起こった日付が1940年となっている天南色を示し、除幕式に代表を派遣しなかった。 ソ連では1985年に就任したゴルバチョフ書記長の下でペレストロイカが進みグラスノスチの風潮が高まるとソ連においても事件を公表する動きが現れた1987年にはソ連ポーランド合同の歴史調査委員会が設置され事件の再調査が開始された1990年には NKVD の犯行であることを示す機密文書が発見され ゴルバチョフ書記長らはもはや従来の主張を継続することはできないという結論を下した。1990年4月13日、ソ連国営のタス通信はカティンの森事件に対する NKVT の関与を公表し、ソ連政府はスターリンの犯罪の一つであるカティンの森事件について深い遺憾の意を示すことを表した。同日、ポーランドのボイチフ・ヤルゼルスキ大統領がゴルバチョフと 会談し、ゴルバチョフは、カティンの森事件に言及するとともに、発見された、機密文書のコピーを、ポーランド側に渡し、調査の継続を伝えた。これには、カティンと同じような埋葬の跡が見つかったメドノエ、メドノと、ピャチハキ、パイアディカートッキー、ビコブニアの事件も含まれている。1992年、ソ連崩壊後の新生ロシア政府は、 最高機密文書の第一号を公開した。その中には、西ウクライナ・ベラルーシの囚人や、格や英知にいる、ポーランド人25,700人を射殺するという、スターリン及び、ベリア等、ソ連中数部の署名入りの計画書、ソ連共産党政治局が出した1940年3月5日付の射殺命令や、21,857人の、 ポーランド人の殺害が実行されたこと、彼らの個人資料を廃棄する計画があることなどが、書かれたシェルエピンのフルシチョフ宛文書も含まれている。しかし、公表された文書で消息が明らかとなった犠牲者は、カティンで4421人、ミエドの家で6311人、ハルキエで3820人、ビコブニアで3435人であり、 残りの3870人は依然として消息不明のままである。2004年、ロシア検察当局の捜査は、被疑者死亡、ロシアの機密に関係するなどの理由で集結した。さらに、ロシア連邦最高軍事検察庁は、事件の資料公開を打ち切り、2005年5月11日に、カティンの森事件はジェノサイドには当たらないという声明を行った。 2007年11月17日、ポーランド議会会員、政務は4月13日をカティンの森事件被害者追悼の日であると決議した。2008年、ロシアのプーチン首相は、ポーランドのトゥスク首相と会談し、事件がスターリンの犯罪であるということで一致した。さらに2010年4月7日、プーチン首相は、ポーランドのトゥスク首相と共に、 スモレンスク郊外の慰霊碑に揃ってひざまずき、さらに事件を正当化できない全体主義による残虐行為とソ連の責任を認めた。ただし、ロシア国民に罪を被せるのは間違っていると主張し、謝罪はしなかった。なお、4月10日に現地で行われるポーランド主催による追悼式典に参加する予定だったポーランドのレフカチンスキ大統領が登場した。 ポーランド政府専用機がスモレンスクの空港付近の森林地帯墜落し、大統領夫妻及び多数のポーランド政府高官が死亡する惨事が起きたポーランド空軍ツ -154 墜落事故。この事故のため、追悼式典は中止された。また、2011年には、墜落事件の追悼費の費分がロシア側により作り替えられ、 当事件の記述が削除されていたために物議を醸した。同年11月26日、ロシア議会会員は、スターリンら複数の指導者が指令を下して起こしたと、する声明を決議した。また2009年には、ポーランド人13名が、欧州人権裁判所に対して、カティンの森事件を、エノサイド罪として裁くことなどを求める訴えを、起こした。 同裁判所はこのうち二つの訴えを受理し、ロシア政府が遺族に対して非人道的対応を取ったこと、ロシア側が同裁判所に必要な書類を提出しなかったことを非難した上で、ロシア政府の調査打ち切り決定は、欧州人権条約3条と38条に違反するという認定を行った。2011年時点で、 存在する文書の187巻中137巻がポーランドで公開されているが、10冊は公務上の理由で、残り36冊は機密扱いとなっているため公開されていない。この中にはベラルーシで処刑されたと見られる3870人のポーランド人捕虜に関する資料が含まれていると見られているが、公表されていない。また、ソ連及び ロシアの捜査によって責任を追求されたり、訴追された者は一人も存在しない。2015年にロシアで行われる第二次世界大戦勝利70年記念式典に関してポーランド政府はポーランドはヒトラーとスターリンによって引き裂かれた。終戦記念式典はロシアではなくポーランドで行うべきだとの声明を発表した。カティンの森記念施設は ロシアのスモレンスク駅から車で30分の場所にある。展示室、有料もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。